じゃあ好きな相手ならいいの？説明するだけ無駄よ。おバカな春に何言ったってどうせ分かってくれないんだから。別におバカじゃないって言うなら自分で考えたら。私は相手に自分を惚れさせてから冷めるタイプだから。無防備で軽い女だと思われてるのかしら。いや、そりゃ全てを察しろって方が無茶な話だけど。私、女として見られてるのよ。分かってて、わざととぼけてるとか。でもそれって、まだ我慢できてるってことだし、それはそれで悔しいわね。とっておきの作戦、自己をしてやろうじゃない。先生、スグゴさんがご相手です。スグゴ、今何の時間だ？すみません。こんな恥まで立たされてね。
ねえ、ハルキ、知ってた？最近男子連中の間で支配人って呼ばれてるらしいよ。ハルキ、高級クラブださ。でもよかったじゃん。通りながつくなんて、それだけここでの生活に馴染んでるって証拠でしょ。ほら、行っちゃえば僕たちいつも上司に囲まれて食事してるし、それも何かと話題にはことかない上司にさ。僕は関係ないよ。3月まではこんな頻繁に集まってなかったし、姉ちゃんたちまとめてるの春樹だってみんな知ってるんだよ。でね、この前佐川君のところでモンスターソウル触らせてもらったんだけど、みんなは最近のシリーズやってる？モンスターソウルか。懐かしいな。小学生の頃なんて学校が終わったらいつも松原商店に集まってやってましたよね。まあでも千里さんがゲームの小学校で卒業するって言ってたから、私もやらなくなっちゃいましたけど、私はもともとみんながやってるのを見てるだけでしたから。基本的にはゆうなちゃんと私とくまくんの4人でやってましたよね。だけど、卒業って言ったのに、どうしたんですか？それね、佐川君と高くなら、食事する時間も寝る時間も一緒にやってたから、そんなに面白いのかなって、ちょっと気になっちゃって。でもちゃんとバナナだって彼にもしたじゃない？ねえ、エムノ、それ僕のこと？久しぶりの会だけど、すごく楽しめた？それゲームの楽しみ方間違ってるよ。